6シーズンぶりの J1 の舞台、そこで躍動しているシーズンの序盤戦です。さあ両チーム選手の入場です。かけながら中央です。秋山、今年の鈴木、伊藤左足、太田、伊藤から最後は、最後は鈴木でしたか。ルヴァンカップで結果を出しました。さあクロスボール、鈴木落としたボール、ダニール・ゴメス中央へ、鈴木、ダニール・ゴメスこぼれてプッシュ、押し込んだ、最後は太田、太田2試合連発、今シーズン4ゴール目。ここですね。そしてまあダニール選手もね、ゴール前なのでしっかり足振りましたし、それに対して太田選手、まあ、これ好調な選手の前に転がってくるんですよね。まあ、このタッチ大きかったですね。ここの守備の意識、そしてまあこのシュートもよく抑えましたし、まあ、よく反応しましたね。中盤の攻防、長い笛でイエローカードです。マイケル・ジェームズにイエロー、ちょっと、まあ、少しこう、ね、タッチも長くなってしまった。イエローではなく、ここはレッドカード、マイケル退場です。もうボールをしっかり動かしてテンポよくですよね。まあ新潟からすると1枚少ないですから。さあ永井が拾ってアドバンテージ見ている、ユンカーへ、ユンカーシュートこぼれて後ろからマテウス、マテウスブロックして上がったボール、ゴール前へ、キーパーキャッチです。キーパーの阿部、永井上げていく、入ってきた、こぼれて島田、ダニーロ・コメス奪った、永井、長井だ、長井のシュート、ディフレクション、ゴールイン、同点ゴール、名古屋追いつきました、長井のゴール。ワンツーの形になって、これのパス交換という形にはなりましたけども、まあ、少しこう難しい状態でもやはり足を振ったということですよね。ライン際残した森下、森下クロス、ユンカー、ユンカーのボレーシュート、名古屋逆転、試合をひっくり返しました。ユンカー今シーズン3ゴール目、クロスに綺麗に合わせた、丁寧にインサイドで合わせましたよね。酒井選手が入ってニアで釣ってくれたこと、非常にこれ大きいですよね。そこまであと数分という状況です。さあ右でマテウス、マテウス後ろから来た、稲垣最後ゴール前に走り込んでゴールに流し込んでいきました。名古屋に大きな3点目。これがコースのこのラストパス、非常に点を取らせるためのドリブルからパスまで素晴らしかったし、もう稲垣選手もねしっかりコースも見えてたでしょうから、しっかりここでホイッスル、1対3、勝ったのは名古屋。